はようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。ラインスラックの背びれ。これが効くシーズンになってきましたね。まずはこちらをご覧ください。マジかよ。
よっしゃ。はーい、5周年セビレに来ましたよ。ねえ、いい引きでしたよ。ふわーっと泳がしてるとね、昼間の変な時間でも結構出てくれちゃう。やったね。はい、というわけでね、久しぶりのセビレフィッシュというか、今年初トップになるんじゃないかな。でね、よくよく考えるとここね、何年かね、その年の1匹目のトップウォーターっても大概背びれなんですよね。他のルアー投げてないわけじゃないんですよ。結構ね、いろいろね、ポッパーからペンシルからノイジーから、お気に入りのルアーはね、いろいろ投げてるんですけども、結局ね、背びれに付け替えた時に、釣れちゃう。やっぱりね、よく釣れるルアーだなっていうことで、ちなみに、7月のね、ラインスラックの、登場ルアーがこの背びれの、2022年新色ね、いよいよ登場っていうことみたいなんで、ちょうどね、もう間もなくね、買えないとき買えないですからね、今のうちからラインスラックの取り扱い店、もしくはラインスラックに問い合わせれば予約することもできるんじゃないかなと思うんですけども、2022新色もね、全部いい色だったんで、またそれはそれでね、追いかけていきたいなぁなんて思いますが、はい、まあこんな感じのタックルでやっておりますね。背びれね、もうちょっとね、柔らかめのタックルが使いやすいんですけども、たまたまね、このタックルしかなくて、これ自分で作ったベイトロッドね、螺鈿細工みたいになってますけど、こんな感じでなんだかギラ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 ね、これ久しぶりにこう近くで見せちゃいますけど、こんな感じでアワビ装飾がゴリゴリにある、こんな感じの、ビッグベイトとかやるときにね、使いやすい、竿なんですが、なんかね、この竿しかなくて、これで投げております。でもね、よく釣れちゃうっていうことで、でリールがこれね、ゴライアスの 8.1 のハイギアのモデルですね。ゴライアスなんで、ハンドルがちょっとね、グラビアスよりも大きめだったりするんですが、実は互換性があるんで、このね、スプールはですね、これね、グラビアスのね、シャロースプールに PE ラインを入れたものを入れております。ゴライアスにはゴライアススプールって言って、ちょっとね、深溝のですね、一番糸巻き量が多いスプールじゃないかな、が標準装備されてるんですけども、自分ね、このゴライアスのハイギアな感じで、このハンドルな感じにシャロースプールを入れて、テンポよく打っていきたいなっていうね、そういう、組み方をしているので、今回ね、こんな感じのタックルで釣れております。で、動画でも映ってたかな、ちょっとね、透明なんで見えづらいかと思うんですけども、とにかくね、この、背びれのね、プロペラ、これがもうね、ほんとよく回るんですよね。背びれのボディ自体も全く動かないような感じなんですが、そのドンとあるボディで、この、前と後ろについているプロペラがチリ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 っていう感じでね、すごい繊細にね、誘い続けて、で、あのポイントね、ほとんどね、バスがね、見えてるんですけども、ちょうどね、ラインスラックのあのプライムタイムスペシャルって偏光グラスどうかなって試したんですけど、やっぱり見やすいね。で、その見えバスが見えていて、で、見えバスに、まあ、ワームなんかも実は投げてるんですけども、何やっても釣れない。そんな状況で、このね、そう、背びれどうかなって、カラーなんてこんな感じのレッドエッドなんてね、なかなかな、感じのカラーですけども、とにかくね、このプロペラのチリ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 繊細にね、動く、まあ、フラッシングとあの微妙な音と、なんですかね、ほんとね、投げて魚が寄ってくると分かるんですけど、すげえ魔力だなっていうね、そんな感じのルアーなんで、ぜひですね、まだ使っていない人はですね、これ
体感してほしいなーなんて思いますけども、あまあそんなさなかね、ほんとちょうど、今ね LINE スラックで予約受付していて、6月末じゃないな、7月のね一番最初に、登場するっていうことなんで、これはね絶好のチャンスなんでですね、ぜひ気になる人はこの背びれね手に入れてみてください。俺もね何色か気になっているカラーがあるんで、ちょっとね予約しちゃおっかななんていう風にね、思います。またねちょっと LINE スラックに行けるタイミングがあったら、新色のねこんなコンセプトだよなんていうのもね聞いてきたいななんていう風に思いますので、ちょっとね待っていてください。はい、というわけで本日の釣り子 TV はこちら、LINE スラックのですね背びれですね、これは、5周年限定カラーのレッドヘッド、これにいいバスが来たよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。